15対5で取りましたが、第2セットはがっぷりと四つに組んだ戦いになっています。終盤を迎えました。11対10、亜細亜大学がリード。東海大学がムードに乗って追い上げています。ブロック連続2本止めている。もう1本持っていった。3本目、これも拾った東海大学。藤井がトスアップ、レフトから平野ダイレクトで藤井、これも拾った亜細亜、繋いでいます。チャンスボールが亜細亜に返ります。さあ今度は東海大学、4年生平野のスパイクも拾った。長いラリーだ。決めたのはアジア15番高橋。長いラリーを取りました。浅間さん、こういう長いラリー取るとね、ムードというのが変わりますね。アジアの小糸君ですよ。藤井がトスを上げます。平野が打ちます。フライングレシーブ奥、チャンスボール東海大、バックから平野決めました。東海大学第3セット、セットポイント。このセットも平野が打ちまくります。センターを使いました。これはブロックに引っ掛けたアジア、2で打ってきました。奥のスパイクも決まりません。東海レシーブも良くなっています。長いラリー、レフトから奥、決めました。大学バレーボール1年の総決算、アサヒビールスーパーカレッジバレーボール、そのラストマッチ、男子の決勝戦を迎えました大阪府立体育会館です。今年は2年連続3度目の優勝を目指します東海大学と、初優勝を目指す亜細亜大学というフレッシュな組み合わせとなりました。東海大学はご覧のようにトーナメントを勝ち上がってきました。昨日は筑波大学との接戦をものにしています。そして一方亜細亜大学ですが、昨日の準決勝は優勝候補の筆頭と言われました法政大学に競り勝っています。3対1のセットカウント。両チームすでにスターティングシックスがコートに散っています。東海大学のスターティングメンバー、4年生の藤井、1番がキャプテン、セッターが対角村上です。センター対角が白須近藤、レフトが鎌田と平野です。そしてこちら亜細亜大学、先ほどもご紹介しましたが4年生はいません。3年生と2年生のチーム、トーマ、そして小糸という セッター対角、レフトラインが奥と高橋、センターが細川と飯田です。亜細亜大学3年生以下なんですけどね、はい、高校時代の4人ね、高校チャンピオンになってるわけですよ。テクニックですね、ものすごくあのバレーがよく知ってますね、みんなね、はい、そういうところがね、非常に今日の見どころになると思いますね。全くタイプの違う両チームの対戦ということなんでしょうね、これはね。タイプ今のこの出てるメンバーとほとんど変わらないメンバーですね。去年あの佐々木さんが4年生の時、このメンバーまだ1年生、はい、2年生だったんですね。そうですね、もう本当に村上とスアップ、平野打てるか、決まりました。この4年生の平野、V リーグではすでに JT への内定選手となっています。やっぱりそのチーム構成上やっぱりレシーブの中心になってますからね、なかなかね、打ちチャンスが回ってこないんですよね。平野です。もう一つ言えることは、それだけあの藤井君が打ってないということは、サーブレシーブがやっぱり返ってないということですよね。最高到達点が340センチ、が決めました。あっという間に亜細亜大学が第1セット、東海大学からセットを奪いました。第1セットは15対5で亜細亜大学が先取しています。うーん、こんなはずじゃないと思いながらバレーやってるんでしょうね、多分ね。そうでしょうね、なんとかね、ついてもうね、同点ぐらいでね、10点以降粘りがありますんでね、東海はね、はい、ずっと粘りがきてますんでね。そういうサーバーは17番の近藤です。打てません。チャンスボール東海大学、バックから平野、決まりました。
なんか東海大学ね、今のチャンスボールシーンもね、なんかしっくりいってないよね。平野の決定率ですが、ご覧のように 44%。 ブロックに引っ掛けました。そして平野、2本連続決めました。4年生レフトから平野です。15対5で取りましたが、第2セットはがっぷりと四つに組んだ戦いになっています。終盤を迎えました。11対10、亜細亜大学がリード。東海大学がムードに乗って追い上げています。ブロック連続2本止めている。もう1本持っていった。3本目、これも拾った東海大学。藤井がトスアップ、レフトから平野、ダイレクトで藤井、これも拾った亜細亜、繋いでいます。チャンスボールが亜細亜に返ります。さあ今度は東海大学、4年生平野のスパイクも拾った。長いラリーだ。決めたのはアジア、15番高橋。長いラリーを取りました。浅間さん、こういう長いラリー取るとね、ムードというのが変わりますね。アジアの小糸くんですよ。それでももう一度平野だ。この止められても止められてもセッターからボールが、セッターは35番の村上です。風間さん、でも今日はそれでいいですよね。そうですよ、もうやっぱり平野君と藤井君にトスを集めるべきですよね。もう一度平野だ。平野君は打てば打つほど調子が出てくる選手ですからね。とにかく今年の春も秋も12対10、亜細亜大学2ポイントリード。第2セット、ライトへ回り込んでも平野です。平野君はね、ライトからの方がね、高いんですよ。高いですよ、はい、そうですね。エンドラインいっぱい。サービスエースは平野です。いや、東海ペースですよ。こういう展開になると本当に東海はね、集中力がありますからね、強いんですよ。これも平野に打たせる。同点。いいムード来てますね。この第2セットのこの辺り、平野一人で追いついたような感じですもんね。とことん持っていきました。いや、落としてしまうんですよね。それでも平野、大きなポーズでバンザキ始めましたね。やっぱ競った時のね、本当東海大のね、集中力がすごいですよ。この大会に入ってもジュースで勝ってるね、セットがかなりあるはずなんですよね。ライトから鎌田、押し込みました。東海大学逆転で第2セット、15対13で取りました。これでセットカウントは1対1のタイスコアです。チャンスボール東海大学、バックから平野、さあ大きな声を出した、レフトへ回して奥、両エースの打ち合いです。もう一度平野だ。ブロックアウトを取りました。東海大学12点目、12対5。藤井がトスを上げます。平野が打ちます。フライングレシーブ奥、チャンスボール東海大、バックから平野、決めました。東海大学第3セット、セットポイント。このセットも平野が打ちまくります。ね、いい持ち味を出してますよ。レフトから高橋ですがブロックされました。止めたのは平野。ブロックに当たっていません。スパイクアウトになりました。東海大学15対8、第3セットを取りました。これでセットカウントは2対1、東海大学リードと変わっています。
ジャンプサーブは13番の細川、ダイレクトスパイク拾いました。ラリーがつながります。しかしそれを断ち切ったのは平野です。いやね、本当もう東海大学今年優勝してませんから、もうそろそろ優勝を意識する、この意識したらちょっとまずいのかなとは今思ってたんですけどね、はい、平野君の頭にはそういうのが全くありませんね。平野君 ねただ打つだけだもんね。打って決めるだけですよね、はい、もう95本までいきましたね第4セット途中ですごい打数です。またライトからいった、これも決めました。本当上がったボールをただ打つだけだよね。でも気持ちがいいよ。でもこれが本当のね、4年間の大学バレーのラストゲームですから、これでいいんでしょう。94アサヒビールスーパーカレッジの決勝戦、東海大学と亜細亜大学、セットカウント2対1、東海リードで第4セット終盤に入ろうとしています。11対5とリードしている東海、今日徹底的に打ちまくります。そういったところからも昨日も粘りを見せました亜細亜大学、昨日は法政大学を破っています。しかしその流れを断ち切るのは全て平野です。100本超えても全然変わりませんね。あと1本で100です。あと1本ですか。今99まで来ました。今松下へ進みました福本というピンチサーバーのムードメーカーもいました。そのムードを断ち切るような15番の高橋のスパイクです。何かこの4年生藤井と平野の気迫に圧倒されている感じの亜細亜大学、さあ指を1本突き立って100本目のスパイクを決めた平野、101本。平野のスパイクです、4回目。さあキャプテンの藤井がこれで前衛に上がりました。満足ですね。さあその平野さん打ちまくりでしたね。はい、あみんなが一生懸命上げてくれたんで一生懸命打たせていただきました、はい、今日は100本以上打ちましたけども、もう全部自分で打つつもりでいたんですか。はい、いや、はい、そうです。さあ4年生として最後のゲームですが、この優勝の喜びを一言お願いします。今日はうちの部員全員全部で60人近くいるんですけども、今日わざわざ大学の方から朝早く出かけてきて応援してくださったんで、どうもありがとうと言いたいです。今日応援してくださった、皆さん、それからスタッフの皆さんに心からありがとうございましたと言いたいです。はい、はい、優勝しましたキャプテン藤井選手とエースの平野選手でした。